ということで、そうしてください。次の質問。子供がスマートデバイスを使いたがります。自分のスマホを貸しても良いでしょうか？もし非常に金持ちなら良いと言いたいが、仕事でも使ってる場合は大切なデータがなくなるので絶対に貸さないのが良い。もう遅いのだが、時間を巻き戻せるのだったら、子供の前ではスマートデバイス類を使わないようにするのが良いかな。通知があったら必要な連絡のみを実質で確認して、ゲームとかはやらないという感じで。話戻して子供にスマートデバイスを使わせてほしいと言われた場合は、子供用スマートウォッチがおすすめ。それ今回、LC ドリダから提供を受けた、キッズスマートウォッチ。もう見た目が本物と変わらない。こちら。まあ近くから見れば、なんかちょっとチープかなって感じがする。ただ遠くから見れば、あ、スマートウォッチだね。アップルウォッチみたいな。こちらが箱。見た感じ、おもちゃの箱ですね。子供がそそられそうな。あ、後ろ、いろいろアイコンが出てます。丸いアイコン。本物のスマートウォッチに似てる。では電源を入れる。電源入れる場合、ここの赤いボタン。これを長押し。ハローって。あ、画面は可愛いな。電源入れれば時間は出る。この状態でスワイプすると、盤面が変わる。タッチしても変わる。これだけでも楽しめる。側面の赤いボタン、これを押すと丸いアイコンが出てくる。これは本物のスマートウォッチっぽい。ゲーム、カメラ、電卓、カレンダー、ストップウォッチ、タイマーがある。これだけいろいろあれば飽きないと思う。そうだ、スマートウォッチといってもネットワークには接続されていないから、危ない情報、悪影響のある通知は来ないから安心できる。まあ、と言っても、家の中で親御さんがいる時だけ着用して楽しむ。そういう方法が良いと考える。普段の外出時はダメと言っておくのが良い。これをつけて幼稚園や学校に行くと言い出したらちょっと困るので、あくまでも家の中のおもちゃということにして。あと、本物のスマートデバイスでもありがちな、突然に出てくるあまりユーザーフレンドリーでないメッセージも出るから、将来に本物も使うときも耐性がついて良いかもしれない。あとこちら、普通なスマートウォッチにはないカメラがついてる。ただ32万画素。だから非常に荒い映像だから、子供が撮影自体を楽しむ。そういう用途かな。カメラは2つ。一つが側面。これでこのように撮る。もう一つが自撮り。自撮りちょっとやってみる。カメラのアイコンをタップ。そして矢印がぐるっとなってる。これをタップ。なんかダーンって出ますね。これ何言って。これがちょっと、とっつきづらいところ。じゃあこれ私を撮りましょう。撮った後、ゴミ箱に捨てるか保存するか。ここでせっかく撮ったのにゴミ箱ボタンを押すと消えてしまう。まあこれもちょっと理不尽かな。ただこれでスマートデバイスのゴミ箱の危険性、ゴミ箱を押すと消える。それが学べるかもしれない。あとは動画も撮れる。動画も自撮りでいこう。今このスマートウォッチで自撮りして動画を撮ってる。これいいですよね。子供喜ぶんじゃないです。自分の顔が見えるって。これ撮影を止めて保存ボタン。セービングって。まあこういうメッセージが出るのがちょっと、わかりにくいかな。ただこれからのスマートデバイスの世界、こういうものだから覚悟をさせるという意味で。あ、あと面白い機能。ボイスメモ。てかサウンドレコーダーかな。マイクのアイコン。これを押してレックボタンを押す。そうすると私の声。これで録音できる。今スマートウォッチに録音してる。こんな感じで声が入る。まあ音声はちょっと残念かな。そうすると私の声。これで録音できる。今スマートウォッチに録音してる。こんな感じで声が入る。まあ音声はちょっと残念かな。まあもう一回言うけど、本物のスマホと同じで撮影した動画、写真、あと音声、それを見たり聞いたりはできるが、ゴミ箱を押すと速攻で消されてしまうという理不尽なところがある。だからこれも、スマートデバイスの扱いを間違えると、データが消えてしまう。そういう危険性がわかる早期学習としていいかなと思う。あ、そうだ。このバンド、私無理やり締めてるけど、子供用だから、あと1個で締められない。だから手が太い大人、絶対厳しい。だから完全に子供用。それから本体色。今販売サイト見てみたら、
私がもらったブラックと、あとピンクがある。まあ、あとブラックの場合、全部ブラックのシンプルなバンド、それとグラフィックの入った替えバンド、それから交換、工具なしでできる。ここのレバー、ちっちゃいレバーを操作して外す。そしてバンドを取り付け。こんな感じで簡単に交換できる。まあ、ただ交換できるけど、ある程度上級生にならないと厳しいかもしれない。まあただ本当に上級生になると、まあ、本物のスマートデバイス使ってると思うから、もうこれ自体から卒業してる。だからこの機能に関してはちょっと微妙。これを使う世代は自分で交換できない。ただこれを交換できるようになったら、これ自体を卒業してる。そういうちょっと悩ましいところがあるかな。まあただ工具なしで交換できる。これは嬉しいところかな。これを買ってあげた親御さんが、バンド交換してあげると良いかな。基本的にこちら、子供用のおもちゃだけど、実用的な機能が一つだけある。何か、音楽プレイヤー。MP3 ファイルを、これ USB ケーブルで接続して、MP3 ファイルを USB ケーブルで転送しておけば、音楽は再生できる。もちろん音楽じゃなくても、一般的な音声が再生できる。子供が好きな音楽、英会話、オーディオブックなどを入れておけば、楽しんでもらえる。まあ、ただ音質、残念ながら割れてる。ただ話してる内容はクリアに聞こえる。あとこの機能を使えば、音楽を再生して歌ったり踊ったり、英会話、オーディオブックで自然に勉強してもらえるかもしれない。これで英語を再生して、真似てくれれば英語が上達するかも。まあ、ただこの音楽プレイヤー、なぜアイコンがビニールレコードなのか。今の子供世代、親御世代でもアナログレコードは厳しいのでは。あ、そうだ。この音楽プレイヤー機能は、親御さんや大人にも、音声教材再生用としていいかもしれない。ストレージは 4GB あるので、音声教材なら十分転送できる。私やってみたところ、英会話教材のシリーズ、余裕で一つ入りました。一つ入れて 500MB ぐらい。だから十分かな。あ、これ再生するとき、中にファイルを詰め込むと、初期表示がちょっと遅い。だからファイル、容量があるからといって、いっぱい入れない方がいい。まあ音はこんな感じ。割れてる。まあただ十分内容は聞こえる。子供向けに安全なコンテンツを入れとく。そうしとけば好きに再生作れるのかな。ではいろいろ再生してみよう。Is this your pen? Are you playing the guitar? There is a lot of flowers in the garden. Is this your pen? Are you playing the guitar? Do you play the piano? This is the story of a small... Suddenly, I'm... When I get back...こんな感じで英会話教材入れとけば、大人、親御さんでも十分使える。それこれ、当然ネットに繋がらないから、語学やオーディオブックに集中できる。子供がこの時に飽きたら、もらってもいいかな。安いから別に自分用を買ってもいいけど。こちらの充電、USB ケーブルで行う。ここにマイクロ USB のポートがある。ケーブルを挿す。これで充電ができる。まあ、ただこれ、挿入が硬いし、ややデリケートなところがありそう。だから子供にやらせるんじゃなくて、親御さんがやった方がいい。まあ、あとデータ転送。こちらでもできる。ただものすごく遅い。だからこの時計の裏蓋を開けて、内部のマイクロ SD カードを取り出して、それに直接書き込んだ方がいい。そちらの方がスピードが速いから。あ、マイクロ SD、市販のものが使えるらしい。こちらのレビューを見ると、16GB のメモリーを増設できたと書いてあった。まあ、ただ子供用としては 4GB で十分かな。まあ、音楽、入れすぎると最初の起動で遅くなるから、まあ4ギガで十分かな。子供がスマートデバイスを使いたい、そういうふうに言ってきた場合、本物を貸すんじゃなくて、こちらのキッズスマートウォッチがいいかな。はい。
はい、ミニマリストライフです。はい、ミニマリストライフ。